か俺も走ろうっと。これは暗殺術の技の一つ、飛脚。足運びに緩急をつけ残像を生じさせ敵を幻惑させる。飛脚をこの年でマスターするとは末恐ろしい子じゃの。動きを止めてやるぜ。ハズレ。キルア、あ？さっきの技はどうやったんだ？さっきの技？相手の心臓を瞬時に奪っただろ。ああ、あれ技ってほどのもんじゃないよ。ただ抜き取っただけだ。抜き取った？ただしちょっと自分の肉体を操作して盗みやすくしたけど。爪がすごっ。殺人鬼なんて言っても結局アマチュアじゃん。俺一応元プロだし。泣き殻、俺様がこの手でバラバラに。もうやるしかないみたいだな。動かないでね。糸を切るにはやるしかない。久々にスイッチ入れるか。あら、まだなの。おとなしくしてれば楽にやってやるけど。こいつより10倍強いやつはいないの？あなたぜ、それでも来るかい？知るかよ、死ね。お敵はおめえみたいなクソがいい。すげえ、やりやすいから。イエーイ！選択の余地を削いだ。行くぜ。何を仕込んだ？俺の兄貴に特注した超合金ヨーヨー、重さ50キロくらいあるから食らったら効くぜ。おっと、その癖は。よし、あばら粉砕コース。あれ、ヨーヨー2個あるって言わなかったっけ？素晴らしい手さばきだ。彼の肉体は合理的に働き、
オーラの消費を最小限に抑えつつ迅速かつ正確に。あれは地獄だぜ。よっと、キルア選手またしても死闘一発。このやべ、消えた。背後、全ては布石か。入る。赤が出口が塞がれてるなら別のところから出ればいい。見えない。これを企んでたのか。やらせといていいの。あ、おっちゃんも来てたんだ。ヒーロー、しかしパニックに陥った頭とは裏腹に彼の肉体は合理的に働き、オーラの消費を最小限に抑えつつ迅速かつ正確に行動選択の余地を削いだ。久々にスイッチ入れるか。